平山城市公園駅は東京都日野市平山5丁目にある京王電鉄京王線の駅である。京王西館区所属。駅番号は小31。相対式ホーム2面2線を有する地上駅であり、駅舎は1番線ホーム側に設けられている。1番線ホームと2番線ホームとの間は地下道及びエレベーターで連絡している。トイレは番線ホーム上にあり、 ユニバーサルデザインの一環として、誰でもトイレが後年になって設置された。2020年度の1日平均乗降人員は6239人で、ある。東京薬科大学八王子キャンパスの最寄り駅の一つのため、学生の利用が多い。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は、下表の通りである。基重神社以下は、駅からバスを利用する。 当駅からおよそ5分程度のところにある。これら2つの系統の車内アナウンスにおいては、当駅利用者に、平山五丁名バス停での校舎を案内している。開設当時の平山は、駅所在地の地名、日野市平山に由来する。当地は武蔵七島の西島の草薙市の一族、平山市の本願地である。現在の平山城市公園は、野園峠ハイキングコースである。 平山城市公園が完成したことから解消された。なお、平山城市公園は八王子市堀の内に所在する。出展。ありがとうございます。